長倉忍明治16年2月14日は幕末の帯藩士。明治時代初期の管理。通称は徳助。明治以降は忍びを名とする。父は長倉喜太郎。母は川崎群像の娘。弟は小倉諸平、長倉祐平。西南戦争では西郷隆盛率いる西郷軍に呼応して伊藤直樹や川崎慎五郎と共に帯隊を組織する。 戦後は、農商務省御用係を務める。父の長倉喜太郎は、国高65国で価格馬回りの帯半士であり、喜太郎の妹で忍ぶ農場は、平部南の妻である。また南が記した、日向三期、神七の山田二郎三郎和田助六を立てすごとにおいて、長倉二郎栄門城の思想を、長倉喜太郎雄泳としている。反徳道に学んで、 後に助教となり、慶応2年に江戸で安井側県の三景十区に入る。慶応3年12月7日に、京都油の工事の旗後天満屋で、紀州藩士と会合しているところ、前月に起きた坂本龍馬暗殺の黒幕を、紀州藩と疑った、陸津宗光や海援大使、陸援大使らに襲撃され、慶後の新選組士に保護される。いわゆる天満屋事件である。 大学県大進むとなった弟の小倉諸平は海外留学を命じられて明治4年4月1日にイギリスへ到着し同4月4日にロンドンから忍ぶに手紙を送っている。廃藩置県後は帯県や宮崎県の会員を務め明治9年に宮崎県と鹿児島県が統合後は鹿児島県中属として宮崎市長の会員を務める。 明治10年2月6日に、西南戦争が起きると、石川俊吾して、鹿児島県で、大山綱吉の首相を帯に送り、伊藤直樹や川崎慎五郎に、帯隊を組織させる。忍は、大山綱吉より、山口県や兵庫県などの他県に、西郷軍の宣伝文を届ける戦士を命じられて、同年2月10日に、鹿児島を出たが、同年2月14日に、 福岡県久留米で逮捕される。一方で同日に西郷軍の越平式が鹿児島で行われ、2月15日には鹿児島を出発していた。忍は、その後、東京臨時裁判所に送られ、戦闘に参加することはなかった。西郷軍の敗北の末に西南戦争が終了すると、九州臨時裁判所において、懲役7年の刑を命じられ、 一ヶ谷監獄に収監される。しかし、明治13年に特赦により出所し、農商務省御用係となる。明治15年に官名により、東北地方巡視中に病となり、明治16年2月14日に東京で死去する。去年54、ありがとうございます。